どうも皆さん、マーシーです。というわけでマーシーをお送りします、バンドリー。はい、というわけでまた開催されました 4.5 周年記念1日10回無料ガチャでございますね。文字通り、1日10連が無料で引けちゃうよというガチャなんですけれども、まあ最大で70連、引けるわけなんですけれども、個人的にはね、やっぱりね、もうちょっとは引かせてやってもよかったんじゃないかと、運営さんと。まあ70連で出てくる星4って、まあ大体今1人から2人ぐらいでございますよ。まあそれだったら気持ち上乗せして100連にしてもよかったんじゃないかなんて、わがままはこの辺にしておいて、5周年では100連無料に期待していますと。ともあれ70連無料で引けるのは普通にありがたいので、今回もこのガチャをですね、7日間聞いていこうと思います。さあ、いきなり虹、幸先が良すぎる。さあ、じゃあここまで来たらやっぱり、まあ、新規ですよね。なんか出そう見ないな。ごめんなさい、めちゃめちゃ謝られてる。大丈夫かな。いや出ますよ。言うてもだって最近の星音が加藤先輩、なんとかしてあげないと。なんとかしてくれ、そっから新規出してくれ。バチバチに煽られた。はい、ということで2日目でございますね。昨日はカノン先輩が当たりましたから、引き続きですね、まあここで星音をね、当てていこうじゃないかということでございますけれど、まあ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 、まだ消化が残ってますからね。だってこれ別に爆死しても、だってダメージはないわけじゃないですか。だってただだもの。だから今回は甘やかすのはなし。はい、さあでは3日目ですね。はい、こちら30連目引いていこうと思います。昨日がまあちょっと爆死ではありましたけれども、さあ今日はどうでしょうかということでございますけれども、まあロード自体はそんなに、ロード自体は悪くはなかったと思うんで。さあ丸山入ります。そこから他の星音が入ってくるかっていうところですよね。さあ誰でもいいから星音入ってくれ。星音入ります。勇気な。不安だな。ストップかけられたんだが。さあでは4日目ですか、引いちゃいましょう。さあ4日目のガチャはどうなるのか。今日はその乱数調整で1人ぐらい。さよさんもこう言ってるからな。この10連は我慢のしどき、次の10連明日こそはっていう。ほらもうモカちゃんも言ってるもんな。明日はきっといいことあるよっていう。もう確実に明日でしょこれ。明日出るよということで、その明日になりました。50連目ですね。早速、今日こそいいことがあるよと、ね、モカちゃんとサヨさんも言ってくれましたから、ここで虹が来ない。いや、まだでも、消化があったー。なんでこうなっちゃったかなー。まあ、でもこれは持ってはいるんですけど、持ってはいるけど、いいね。夏の光に誘われて本当にいいことあったよ。まさか来るとは思わなかったな。おお、ちょうどね、あのイベントで100乱しましたけどね、このイベントのメンバーでまとめられてるっていうね、素晴らしいなこのガチャ。さあということで6日目でございますね。早速引いていきましょう。昨日は奥沢美咲ちゃんが出ましたからね、もしかすると今日も引き続き星音が出てくる可能性。ひーちゃんのあれが出そうな予感。星音は出んかったけども、ひーちゃんのあれは出たな。さあということで本日最終日でございます。泣いても笑ってもこの無料ガチャとは今日で最後。最後のやっぱりちょっとね、優秀の美として、まあ、虹を、ね、出して星音を当てようじゃないかというところなんですけども、まだ消化が残ってますからね。はい、娘です。うちの娘も言ってます、まあ、この無料70連を機にぜひともちょっとガルパを始めようよと。ガルパ野郎、羽沢つぐみちゃんというね、具合に、のっけからいいね、メンバーが来ましたよ。さあ、残りですよ。ここで1回でも消化が来れば、無料ガチャで、星音が3に当たるっていうね、素晴らしい結果になりますから。さあ、来てくれるか、今井梨沙ちゃん。
そうなんですよ、昔と今のガルパ違うんですよ。もう本当にいろんなね、もう新しい試みをもう爪からどんどんシフトチェンジしてるっていうのが、それが今のガルパなわけなんですよ。まあ、ぜひともやっぱりガルパを遊んでいただきたいなと、そういう次第でございます。下の先輩、佐藤先輩、君の言いたいことはわかるよ。絶対宣言のスペシャル、あれはむずい。次回のサークルはマスキとトモエの本格キャンプ、リンコとアコの本格ネトゲ。次回も絶対見てくださいね。